エドワード・アルフレッド・ビジテリー、アーネスト・アルフレッド・ビゼテリーは、イングランドのジャーナリスト、著作家。ビゼテリーは、イングランドの出版事業者、ヘンリー・ビゼテリーの息子の一人として、父の最初の妻であったエレン・エリザベース・ポラードを母に、生まれた。後に、アメリカ合衆国で、歴史コグラファー、語源学者、編集者として活動したフランク・ホレス・ビゼテリーは、イボテイである。 長じたビゼテリーは、イラストレーテドロンドンニュースなどの特派員として、しばしばヨーロッパ大陸各地で取材にあたり、従軍記者として知られていた。アーネスト・ビゼテリーは、父が手掛けたエミール・ゾラの翻訳作品のいくつかに手を加え、修正を施した上で再刊した。不屈戦争の間、ビゼテリーは、フランスに滞在しており、後に、その時の体験を解雇した。 My Days of Adventure The h l ホ of France 1870-71を書いたが、この本には冒頭に次元的な自己紹介の記述が含まれている。ありがとうございます。